久竹館とは、明治38年に、久保源次郎敏夫によって開かれた、剣術道場。明治38年に、野牛神陰流、第9世、久保源次郎敏夫によって、徳島県明財郡石井町浦昭和座国民503番地に設立された。大日本武徳会に届け出し承認され、現存する武道場では、四国一の歴史を持つ。 伝承流派である野牛神影流は、江戸時代初期に木村豪上門城吉国によって、阿波国に伝来した徳川将軍家五流儀の野牛神影流の流れを組む。現在ではほとんど姿を消した武道神事が当時のまま守り続けられている、全国的にも珍しい武道場である。また、第二次世界大戦以前には、 東京道場として第二本忠敬館道場があった。なお、久竹館は登録商標となっており、久竹館の名称を使用して、剣術等の武道を指南することは禁じられている。野牛神影流、防術、担当術浦安の舞、剣の舞、防かぐら、三子神学部、子供神学部、うめの舞、鶴の舞、五国宝城の舞、 大日本武徳会による剣道の競技会や戦後は、スポーツとして位置づけられたため、武道と密接であった神事が衰退し、各武道場での武道神事の伝承がなくなった。現在でも、流派伝承の野牛神影流武道神事を、当時のまま、武道信仰の本山である四国の霊峰剣山や、関連する三増子や平の川上神社などで、奉納を演舞しており、その教えや伝統は、 脈々と受け継がれている。特に武道神事である神学部の一つに防火倉があり、これには野牛三義の十米図絵が関係している。防火倉の動きとしては伝承されている野牛神影流と徳島の阿波踊りと十米図絵が取り込まれており、非常に貴重な神事となっている。神事の成立時期としては、剣の舞、防火倉、五国宝上の舞が江戸初期、 巫女が行う浦安の舞とうずめの舞、神学部、鶴の舞の成立は、江戸時代末期である、万円年間と言われている。演舞されている剣山は、かつては武道信仰の本山であり、多くの武人が武道の上達祈願を願って、登山修行した修験の山である。明治から昭和初期までは、各流派が伝承されている武道神事を、鶴議会の期間中に集まり、炎を演舞していた。 ただし、県山は、昭和初期まで、女人近世の霊山でもあったため、武道神事を行う巫女は登山できず、登山口にある、三増子や大の川上神社で女性を含む、武道神事や伝承型を、奉納演武し、後に男性のみで登山し、再び武道神事や伝承型を、奉納演武した。徳島の名家、武道万獣は、武道上達祈願のために県山に登る武人の、 お土産としてできた小菓子である。現在では、県山信仰の薄れや過疎化、うじ子の高齢化により参拝者は減少しているが、武道真珠や伝承系の奉納を演舞は続けられている。現在は、県山だけではなく、徳島県内では、阿波国和幸宮である、大朝彦神社、徳島県外では、山城国一の宮である、鴨御祖神社、泉国一の宮である、 大鳥大社、香川県の白鳥神社など、武道信仰の厚い名社に伝承流派である、野牛神影流を奉納演舞している。ありがとうございます。